皆さんこんにちは。今回は、こけし道中の更新箇所を紹介します。こちらで解説をしていきます。左が新チャートで、右が従来チャートでござる。サスケさん、変わったところと更新ポイントってどこなの？変わったところは、おにぎりバグの使用場所でござる。更新ポイントは、こけしが開くのを待たなくて良くなったところでござるよ。意外と単純なのね。なんで今まで使われていなかったのかしら。それは、いかだの手前までは、ある池でしか行けないと思われていたからでござるよ。なるほど、今まで人魚では行けなかったのね。行ける方法はどうやって見つかったんだろう。両爪に動画が上がっていたでござるよ。早速試してみながら、マッチアレンジを加えたところ、ゴールタヌキの場所までノンストップで行けたでござる。なるほど、そのマッチアレンジって行けない原因の、ぶっかかり問題の解消でござる。チャート紹介が終わったら説明するでござる。お願いします。タイムは、約5秒の更新になるでござる。時間だけだとタスよりも早いでござる。タスは残機調整によって遅いルートを取り入れています。おにぎりを買うのにも時間がかかるでござるな。どうやって問題の解消をしたのか、解説に入るでござる。まずは2つの突っかかりポイントを紹介するでござる。ここが、1つ目の突っかかるポイントでござる。へぇ、ここなのね。詳しい原因はわからぬでござるが、左側の池の水面判定と右側の判定に段差があるからだと考えられるでござる。段差があるとどうなるの？右側の池に渡ろうとしても、左側の池の終端に差し掛かると、なぜかヤエ殿が何もしていないのに潜り始めるでござる。そのせいで右に渡れないでござる。おかしいわね。二つ目の突っかかるポイントでござる。これもさっきと一緒？いかにも。以上が突っかかりポイントでござる。なるほど。ここで、参考画像を用意したでござる。左側が上から見下ろした画像、右側が水面だけ映した画像。へぇ、よく見たら重なっている部分があるわね。いかにも、して頑張れば渡れると考えたでござる。一体どうやって？一つ目のポイントでは、終端手前で右上にダッシュし続けるか、下段の水面に高さを合わせて右にダッシュするでござる。こういうこと？そうでござる。二つ目のポイントでは終端ギリギリで真横にダッシュするでござる。こうか、下段の池に来たわよ。さすがでござる。ただ、位置とタイミングがものすごくシビアでござる。失敗すると潜り続けてしまうため、タイム的には大幅ロスでござる。手に汗握るわね。ここまで来れば、楽勝でござる。あとはゴールまで、水面の終端に引っかかることがなく、泳いでいくことができるでござる。へえ、知らなかったわ。イカダゾーンを抜けたら段差があるでござるが、高さを合わせて泳げば、問題ないでござる。以上でござる。ありがとうございます。このチャートは、クロート向けって感じね。そうでござるな。まずは従来チャートで全体を固めてから、こちらを練習するのが良い気がするでござる。解説は以上でござる。嬉しいお知らせです。両爪チャンネル登録者が1300人になりました。しかも、この動画を作っている間に1310人になってる。1月から活動を再開して早3ヶ月。視聴者の方々いつもありがとうございます。また、コメントを書いてくれる方、いいねおよび宣伝してくださっている方々にはお礼を申し上げます。モチベーション、打ち上げ花火でござるな。これからもこちらの活動を続けていく予定です。では、今後ともよろしくお願いします。サンキューフォアウォッチング。さらばでござる。12% 解説、12% タスの解説動画が見たいんだな。